先生ですね。お手柔らかに。今度は海でのお仕事なんですよね。私泳ぎは苦手で、練習しておかなきゃって思っていて、プロデューサーさんが先生をしてくれて嬉しいです。あ、まだ手を離しちゃう。あのプロデューサーさん、すみません。なんだか水着の紐が緩んでいる気がして、少しだけあちらを向いていてもらっていいですか？ほんの少しずつですけど、泳ぎのコツが分かってきた気がします。きっとプロデューサーさんの教え方がいいからですね。これまで私が泳げなかったのは覚える気がなかったからです。そんな機会ありませんでしたし、それに教わりたいって思える人との出会いも。でもお仕事とはいえ、こうして機会を得たのですから、せっかくですし、もう少し頑張ってみようかと思います。潮が引いて、風がないで、茜色の日が差して、いくつもの条件が重なって、心に残るような光景ができるんですね。今のこの私の姿も、見てくれているあなたの心に残りますように。もうプロデューサーさんったら、海に入るお仕事って言うから、てっきり水着で撮影だとばかり。え、そういうお仕事もそのうち？見てください、プロデューサーさん、夕日がすっかり沈んで、潮風もまた吹き始めて、さっきまでの幻想的で美しい光景が日常に戻っていきます。撮影での美しい光景も、ライブのステージも、ほんの一瞬だけの儚い非日常のものけれど、儚いからこそ人々の心に残るんでしょうね。でも寂しくはありません。私が日常に戻った時には、必ずプロデューサーさんが隣にいてくれますから。今日の練習はちょっとだけハードでした。でも先生のおかげで、クロールも平泳ぎもだいぶ形になってきたんじゃないかと思います。来週の目標は25メートルですね。それじゃあ上がりましょうか、先生。じゃなくてプロデューサーさん。日頃のダンスレッスンや走り込みのおかげで、少しは鍛えられていますけど、しっかり泳いだ後はやっぱり全身が重くなりますね。でもこれも次の撮影のためですし、お仕事とはいえ海に入るなら練習しておかなくっちゃ。撮
影中に溺れたりしてしまったら大変ですし、それにしてもプロデューサーさん、貴重なお休みなのに付き合ってくれてありがとうございます。少しずつ上手になってますし、きっと海でも泳げますよね。え、海に入ると言っても今度の撮影は干潟を歩くだけ？私ったらてっきり、恥ずかしい。でもそのいつか水着のお仕事もあるかもですし、泳げるようになるのは無駄じゃありませんよね。だからまた来週も練習に付き合ってもらえますか？鏡のような水面が夕日の茜色を映してとても幻想的です。この限られた美しい時間を私と一緒に歩んでいきましょうね、プロデューサーさん。